それじゃあ私着替えてくるからお店の中で待ってて。はーい。リンリン、今日もババーンと頑張ろうね。うん、長時間スタジオ入るの久しぶりだし頑張ろうね。あれ、リンリンどうしたの。アコちゃん、このポップすごく可愛いなって思って。ポップ、どれどれ。ほんとだ、猫描いてある。見てリンリン、こっちはライオンだよ。こっちはコウモリ。でも可愛い。カラフルなペンで描いてあって、それに見てアコちゃん、このセリフ。なになに。もうしびれるほどの我が辛さ、その身で味わうがいい。すごく丁寧だし見やすい。お待たせ。二人ともそんなに真剣に棚見てどうしたの。あ、今井さん、あのこのポップが可愛いなと思って。うんうん、可愛いしかっこいいし、もう最高だよ。本当、なんか照れちゃうな。実はそれ私が描いたんだ。これ全部、これも、こっちも。そ、全部私作。いやー、この店って結構暇な時間帯もあってさ、空き時間見つけてちょいちょいっとね。そうだったんですね。今井さん、本当にすごいです。商品の説明もしっかり書いてあるし、すごくわかりやすいです。絵もとても可愛くて素敵なポップだと思います。リンコ、褒めすぎだって。でもありがとう。実はこのポップお客さんにも好評でさ、最近じゃこのポップ誰が描いたんですかなんて話しかけてくれるお客さんもいるんだ。それがほんと嬉しくて。暇つぶしっていうか、なんとなくで始めたことなんだけどさ、それでも気づいてもらえるってすっごく嬉しいんだよね。こういうのをやりがいっていうのかな、なんてね。いそうね、かっこいい。うん、私もそう思うよ、アコちゃん。できればツッコミ入れてほしかったかな。なんか余計に恥ずかしいじゃん。リサ姉がかっこいいのは本当のことだし、それにお姉ちゃんもよく言ってるんだ、やりがいを感じられる瞬間がバイトの醍醐味だって。巴らしい。でもまあ確かにそうだね。うん、それは私も同じだよ。今日のアコやリンコみたいに喜んでくれる人がいるとさ、やったかいあるなって思うしね。よし、それじゃあいい感じにやる気も出たってことでスタジオ行こっか。今日も練習頑張るぞ。あゆー。は、マリナさん、やっほー。こんにちは、リサちゃん。相変わらずアルバイト頑張ってるみたいだね。もちろん、二人は買い出し。うん、まあ目的は買い出しだけじゃないんだけどね。実はさっき高校生バイト応援ソング聞いてたんだ。それでなんとなく顔出していこうかって話になっちゃって。それでわざわざ来てくれたんだ、ありがとう。どうだった、私たちの曲。どうって、当然文句なし、最高の応援ソングだったよ。本当に？よかった。実は私当日ガッチガチに緊張しててさ、みんなの足引っ張ったんじゃないかって心配してたんだ。意外、リサちゃんあんまり緊張しないタイプかと思ってた。するする、もう緊張しまくりだったよ。特
に今回のバンドって普段やってる音楽とか全然バラバラじゃん。どんな曲ができるのか想像もできなくてさ。まあいざ作り始めてみたら思ってたよりスムーズに進んだんだけど、アヤがしっかり仕切ってくれてあれは助かったな。アヤって自分ではアドリブに弱いとかってよく言ってるけど、実際はまとめたりするの上手くてさ、さすがプロって感じ。カノンとかつぐみがフォローしてくれるおかげで緊張もすぐにほぐれたしね。モカはまあいつも通りって感じだったけど、なんか楽しそう。すっごく楽しかったよ。最終的にはもうバイトあるあるみたいな話になったりしてさ、わかるって言い合ったりしちゃって、そのおかげでみんなの気持ちもバッチリ一つになったしね。私たちも頑張るから一緒に頑張ろうって、そういう気持ち少しでも伝わってくれたらいいななんて思ったりして。大丈夫、絶対伝わるよね。そう思うよね。自分も負けてられないって、うん、そう思ってくれたんなら大成功。私たちの気持ちがいっぱい詰まった曲を聴いて、いつもの5倍いや10倍は頑張ってもらわないとね。任せて。それじゃあリサちゃん、またスタジオでね。うん、またね。